それではね、ウールツイードの、ストレッチクロスの、ね紹介になります。でこの生地の特徴なんですけども、まずねこうベーシックで使いやすい、ウールのねこうツイードストレッチになります。まずねストレッチ感いってみましょう。はい、こんな感じですね。そこまでねこうストレッチを強調するタイプじゃないんですけども、着心地のねこういいねこうナチュラルにこう伸縮性を楽しめるようなねストレッチ感なんじゃないかなと思います。あとですねこの生地ねウールが主なんですけども、レイヨンもね混合されてるので非常にねこう滑らかでねこう柔らかい質感楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。チクチク感もね全くないのでね、ぜひねその辺参考にしてみてください。ベーシックなねこうちょっとこれチャコールグレー系なんですけど、ブラウンが少し入ったね、すごく落ち着いた色合いだと思いますね。この色すごくいいですよね。あとね、これはこれもうベーシックで人気のね、こうグレーカラーですね。もうどちらもね、こう非常にこう使いやすいカラーになっております。で次にね、生地のね、質感見ていきましょう。はい、でまず厚みなんですけども、この生地のね良さの特徴なんですけども、トータルでねこうベーシックで使いやすいんですよね。で厚みも中肉厚で非常にね使いやすいタイプになっております。おすすめのねこうお洋服全般系ですね、トップスボトムスワンピース、シーズンのねこうお洋服全般に使える厚みだと思ってください。イメージで言うと厚ぼったくないのがいいっていうところですかね。はい、で次にね風合いなんですけども、これはねすごくねいいですね。ウールとレーヨンなんですけども、すごく柔らかいしね、意外とこうシワにもなりにくいんですよね。で皆さんちょっとねこうこの季節覚えておいていただきたいのが、このウールにこうレーヨンがこう入った混合素材ってすごくねこう着心地いいんで、ぜひね、これを機にぜひこの生地もねこう試してねこういただきたいなと思います。ぜひ参考にしてみてください。はい、で次ドレープですね。ドレープもすごく綺麗に出ますね。これはね、タックも綺麗にこんな感じで出ますね。なんですけど、すごくこう柔らかい生地に仕上がっております。はい、で最後に生地幅なんですけども、135センチのね、幅広タイプの生地になっております。作品のご紹介をいたします。まずこちらねチュニックを作ってみました。でパンツとかともねコーディネートしやすいねバランスになっております。でこちらはですね身ごろから続いたボトルネックになっております。で前のとこが途中まで開いていてボタンになっておりますので、このようにこう襟っぽくね着ることもできて素敵な襟元になっております。でそしてフレアラインなんですけれど、結構ねこう裾幅広いんですよね。だけど生地柔らかいからすっきりと着ることもできます。はい、そしてもう一つ、ワンピースも作ってみました。こちらねバルーンワンピースなんですよ。広げるとやっぱりこうしてね膨らみのあるシルエットになってるんですけど、着ていただくとやっぱりすっきりとね落ち着いた感じで着れるのもね嬉しい生地だと思います。ねこれからの、ね、季節に上にコートとかも合わせやすくなっておりますので、いろいろなアイテムで作っていただけたらと思います。